伊野くん、30歳か。今どんな気持ち？ちょっとなんかやりきれなかったりとか、なんか正直不安に思ってることもたくさんあると思う。ってことだな。そうだな。でも20代の伊野を代表として言わせてもらう。伊野、30代になっても大丈夫だ。頑張れ。